丸は一旦無視して大丈夫です。で、このカタカナの「ト」みたいなやつが「ア」の音で、この「L」みたいなやつが「N」の音で、縦棒は「イ」の音です。で、次またこれ丸無視して、で、この2つで1つの文字になってますが、もともとはこっちが「オ」みたいな音、まあ、正確には「ア」と「オ」の中間の音ですが「オ」みたいな音で、で、この縦棒、さっき出てきました。これ、イの音なんですね。だから、オとイが合体してるんですけど、これは、オっていう口で、喉の方でイっていう音なんです。そうすると、まあ、やってみてほしいんですが、最終的に、エっぽく聞こえます。はい。なので、これは、エの音になってます。で、これまた丸無視して。で、縦棒2本、下に1本くると、これで、ヨっていう音になってます。なので、並べると、あ、で、次に。で、次これ、えですね。え、よ。なので、あにえよってなって、これで、丁寧語で違いますっていう意味になってます。